31日、ロッテ新井リゾートのパークオープンしました。一応オープン予定アイテム通り全アイテム出せたので、合計で16、17セクションぐらいあるんですけど、ヒット数でいうとまあ8ヒット7、8ヒットぐらいはできるのかな。で、一応9時からオープンで、クローズが2時半から締め出すって感じで、まあ上から順番になんで、まあギリギリまでパーク滑ってもらって全然大丈夫なんですけど、で、ハイクアップのエリアとかは全然ラストまでハイクしてて大丈夫なんで、まあ流しに飽きた人とかはね、ジブこそ練したりとか、ハイクアップエリアでしてください。で、このリフトが3時半までで、下山のゴンドラが4時までなので、まあ、そこだけ注意してください。じゃあ、今日は僕ともう一人ね、ディガーが一人いるんで、滑りのね、パークの様子を滑って、多分お互い違うライン滑ると思うんですけど、ちょっとチェックしてください。営業をゴールデンウィークまでできたらいいなって感じなんで、